Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は、日が線 YouTuber の作業を1日ルーティーンというテーマでお送りします。たまに質問でこんな意見をもらいます。動画そんだけ投稿してるのに、時間確保どうしてますか？とりあえず、ここにパッと1日の流れを貼ります。まず前提としては、自分は個人で働いて生きています。YouTube をメインに複数のチャンネルを動かしていて、今一番大きく動いているのがこの14チャンネルであると。で基本は動画制作ですが、それ以外にも時には体を動かしたりして、働いてたり案件などなど、いろんなものに手を出している状態です。ということで今回は日が線 YouTuber としての活動を行う日のルーティンを紹介します。まず起床ですね。起きたらまず朝の準備をします。まずはサイドステップ。で歯磨きとか朝食の準備などをします。そしてコーヒーを入れます。で今日の朝ごはんはぶどうコッペパン。これ安いし量多いしうまいしコスパ最強です。8時30分作業開始ということで、ネタ探しするんですけども、食べながらネタ探しをします。で最近はありがたいことに質問相談たくさんいただくんで、それをもとにネタ探しをします。だいたいネタ探しは10分くらいで終わります。次に台本作成です。これが最も大事で、台本がしっかりしていればこの後の音声収録と動画編集の時間が大幅に削減されるんで、台本はできるだけそのまま読み上げても大丈夫なように作ります。早ければ30分、長いものは1時間から2時間くらいかかります。次に録音収録です。これはだいたい10分前後です。長い動画は20分くらい行います。 Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は1ヶ月コッペパンだけで生活してみた結果というテーマでお送りします。今回も質問相談いただいているので読み上げます。佐藤さん、こんにちは。1ヶ月コッペパンだけで生活したらどうなるのか知りたいです。結論、やってみます。そこで今回お話しするテーマはこちら。朝はぶどうコッペパン、昼はジャムコッペパン、夜はバターコッペパン。これ3つのテーマでお送りします。1つ目、朝はぶどうコッペパンということで、朝といえばぶどうコッペパン。適度な甘みで元気を出しつつ、コーヒーでブレイクしてブレイクファーストします。次に動画編集なんですけども、動画のジャンルによりますが、いつもの質疑応答のトーク解説なら 2,3 時間で終わります。ジョブ解説など長いものは1日かかるんで、お昼までにはできるとこまでやって休憩です。佐藤さん、こんにちは。1ヶ月コッペパンだけで生活したらどうなるのか知りたいです。Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は1ヶ月コッペパンだけで生活してみた結果というテーマでお送りします。そして12時休憩。今日の昼飯はコンビニです。グリーッと決めち、今日はコンビニでネギ塩豚カルビと、カップラーメンが2つでね、100円引きだったんで2個買っちゃいました。であとはですね、野菜食べとこうということで、オクラのだしの効いたオクラとサラダ。そんなにだし効いてなかった。13時、最近侍のスキル回しを練習しています。
そして午後の動画編集開始です。はい、ワッツアップ、キャプテントラジオです。今回は1ヶ月コッペパンだけで生活してみた結果というテーマでお送りします。で、大体16時から17時頃に外が暗くなってきた冬ですんで、これで終わります。はい、これで1日の作業が終わりです。いかがでしたでしょうか。思ってる以上にくっそ地味なライフだったと思います。スキル回しの練習は運動ついでに今後の動画のためっていうのもありますが、まあ、これだけだと体がなまるんでロードバイクで運動するようにもしています。その後は適当に買い物行ったり晩ご飯食べたりしていろんなゲームをして遊びます。で、大体20時以降ですね、14で遊び始めて主に FC メンバーメインで遊びます。配信があるときは配信の準備などなど、なんやかんやで大体1時に就寝です。はい、ということで今回は非河川 YouTuber の作業日ルーティンをご紹介させていただきました。ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。生まれて飛び出ていくばっか、皆を巻き込み引っ提げて目的決めずに走り出す、これが私のマイロードと。鹿ですか、いいえ虎です。風味増し増しネタ多め、虎次郎音頭。アトモス村の片隅でネオハル海賊の船長やってます、我らがトラジロー。 Hey, what's up? あっち行ってご自身で、あはこれがデフォです。よそ行って誤爆して土下座へも、たまに漢字も読めないけどそれはそれでネタ的によしよし、楽しく遊ぶが心情のふふふんふふふんふふふふふふふん、とっとっとっととらとらじろう、とっとっとっととらとらじろう、そんないい感じに踊ってくとらじろう運動。